では米国になりましたので、フランス市長定例記者会見を開始いたします。早速、今月の文法を市長の方からお願いします。はい、はい、それでは私の方から2点今日はご紹介をさせていただきます。1点目はですね、ラグビーワールドカップ2019、ファンゾーンの開催についてございます。まあ、いよいよ本日からですね、ラグビーワールドカップ2019が開幕となります。11月2日までの44日間、大変長丁場の中ではございますが、静岡県では小松山運動総合運動公園エコパスタジアムで日本代表戦を含む4試合が行われます。浜松市では浜松市ギャラリーモールソラムとエンテックホールにファンゾーンが設置をされます。ファンゾーンは第2のスタジアムと呼ばれておりまして、パブリックビューイングやステージイベントなどを楽しむことができる大会公式のイベントスペースでございます。ソラムには人工芝を敷設し、ラグビーボールなどで遊べるエリアを設けるなど、会場全体がラグビー場のような雰囲気の中で試合観戦をすることができます。また煙鉄百貨店新館8階の煙鉄ホールではゆったりと試合観戦することができます。ファンゾーンではラグビー観戦だけでなく、さまざまなジャンルのアーティストによる演奏やジャズウィークとのコラボにより音楽にあふれたステージイベントを予定をしており、国内外の来訪者を音楽の都を浜松にふさわしいおもてなしで歓迎をいたします。浜松でのファンゾーンは日本代表戦とエコパでの試合開催日、準決勝決勝の計10日開催をいたします。とりわけ準決勝決勝のパブリックビューイングを行うファンゾーンはですね、県下ではソラム煙鉄ホールの浜松会場のみとなりますので、世界最高の迫力あるプレーをお楽しみいただきたいと思います。なお詳細につきましては配布いたしました講座発表をご覧ください。1点目は以上でございます。2点目は令和元年度浜松市教育文化奨励賞受賞者の決定についてございます。本市では浜松市教育文化奨励賞を設け、市民などの活動を奨励する地域文化賞と、国内外において広く活躍する方を顕彰する浜松ゆかりの芸術家をそれぞれ授与しております。この度令和元年度の受賞者が決定をいたしましたので発表いたします。地域文化賞は遠州大念仏保存会、浜松市天竜区ふれあいコンサート実行委員会、初尾稲子医師会、浜松ゆかりの芸術家メディアアーティストの八坪智弘さんでございます。受賞者の概要につきましては資料をご覧いただきたいと思います。なお授与式を10月23日水曜日に行います。また浜松ゆかりの芸術家につきましては来年度受賞を記念する事業の開催を検討しております。記念事業の時期および内容につきましては決定次第お知らせをいたします。私からは以上でございます。ありがとうございました。